豊島村立宝島小中学校は、鹿児島県鹿児島郡豊島村の宝島にある村立の小中学校である。トカラ列島の有人島では南原にある宝島に唯一所在している小中学校併設校であり、宝島にある本校の他に、宝島の北東にある小宝島に分校が設置されていた。また、悪石島にも、 文教場が設置されていたが1960年に独立し、豊島村立悪跡島小中学校となった。なお、豊島村内の小中学校では、豊島村三回留学制度が行われており、宝島小中学校でも、当該からの留学生の受け入れを行っている。宝島小中学校の前身となる、宝島小学は1874年に、 宝島の島民の共同出資により設置された小学校であり、トカラ列島の島々では最も早く設置された。小宝島には1930年以前は教育施設は設置されていなかったが、1930年に、豊島村にある島々の小学校が、豊島村に移管され宝島小学が、豊島村立宝島神城小学校に改称した際に、 小宝島文教場として初めて小宝島に小学校が設置された。小宝島文校は2016年4月より豊島村立小宝島小中学校として独立した。宝島中学校は県内の公立高等学校の内前日制、普通科に設定されている学区の制限を受けない中学校の一つに指定されている。1895年当時は男子のみ30人が 在籍し、学生改革後の1954年では、中学校に42名、1958年には、小学校に72名、中学校に28名がが在籍していたが、徐々に、児童生徒数は減少していき、1980年の在籍者数は20名、2001年の在籍者数は9名となった。2019年現在の在籍者数は19名で、ある。 ありがとうございます。